はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。はい、今日はこちらですね。はい。レゴのミニフィグモンスターってやつをですね、4パック買ってきました。はい。なんでこれを買ってきたかっていうと、そろそろさ、ハロウィンの季節になろうとしてるんだよ。あ、ハロウィン。ハロウィンだ。まあ、それは、昔やったハロウィン、ね、去年ね、去年やったよね、ハロウィンね。うん。うん、またあのカスチュームをキュッキュッ。カスチューム、コスチュームね。今回もまたメイクしてなんかやりたいね。うん。今度は何しよっか。ちょっとわかんない。それはちょっと楽しみにしててください。はい。ということで、なんかね、ハロウィンっぽいなと思って、今回4パック買ってきました。はい。じゃあ開けてみましょうか、早速。はい。ヘイシング2パック開ける？はい。うん。何が出るかもうちょっとわかんないんだけど、多分このゾンビとかさ、うん、この何、骨、狼男。ああこういうウィッチとかこういうのがあるんじゃないかな。このハエ男みたいなのもあるからさ。ハエ男ってね、これハエじゃん。これ本当だ、ね、ハエ男すごい、うん、まあ、こういうのもなんか目がメタリックだな。そうだね。あ、ゾンビはギターがある。まあ、こういうのもあるんでちょっと開けていきましょう。はい。では早速パパが1パック目開けますね。はい。こっちも1パック目開けて。ああ、開けてください。どうぞ。はい。バラバラと入ってるからね、これ。よし。はい。あ、ラインナップ表も出てきた。こういう風に組み立てが書いてある。うん。あ、ちょっと複雑なものもあるわけだ。あ、そしてこれがラインナップ表だね。うん。なるほど。はいはいはい。なんかこんな剣を持ってるやつが出たな。ちょっと組み立ててみるね。こんな感じ。あ、結構いっぱい種類あるんだ。あるある。これパパいいの出たよ、結構。ほら、剣持ってるんじゃん。海賊、しかもね、うん、片足、ほら、はあ、義足になってる。本当だ。あ、これはなかなかいいの出たよ、これ、うん、こっち、あれどっちが前でどっちが後ろか分かんないんだけど、はい、こんな感じだね。うん、海賊ゾンビみたいな感じかな。うん、うん、ヘイシン君はちょっと待って、ヘイシン君今組み立ててますか。いや、あともうちょっと終わる。ヘイシン君が出たのはこれだね。うん。カメラを持ってるなんか化け物だね。そうだね。熊っぽいけどなんかチューバッカっぽくもあるけどね。そうだね。うん、はい。まずはこの2つだね。はい。ね。はい、はい。お、なんか。ラインナップを出して。2パック目は。なんと入ってた。あ、やべ。かぶった。かぶっちゃった。こっちは違うやつだった。あ、新しいやつ出た。マント。そうですか、そうですか。包帯と体くっつけて、頭はこのまま差し込むんだね、これね。うん、足がない。足がない。幽霊出た。幽霊。カメラをつけると。こんな感じ。ミーハーなモンスターだね。はい。ヘイシン君の2つ目はこの幽霊だね。うん、幽霊ちゃんとね、足がなくて、クリアになってますね。うん、これいいね。うん、こんな。そう、手つながれたまま幽霊になってるってことは、これさ、うん、なんか犯罪者だったんだよ。ああ。悪いことしたやつだったんだよ、きっと。ああ、これ手錠だね、これは。怖いね、怖い。なんか子供みたいな顔なんだけど。そうだね、なんかね、その辺はレゴですね。うん、はい。こんな感じで、今回はですね、このレゴモンスターのミニフィグ、これをですね、やってみました。なかなか面白かった ね。なかなかいいよ、全部。はい。特にパパのこの海賊もいいし、このゾンビ海賊ね。うん。あと、えちゃんが出たこの幽霊もいいし。この2つはちょっとダブっちゃったけど、うん、ちょっとこれはいらなかったかな。やっぱレゴ楽しいね。うん。ミニフィグとはいえ、レゴ楽しかったです、うん。また今年もですね、なんかゾンビ企画やりましょうね。そうだね。はい。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。